プロ野球選手の中には活躍した期間が短い選手も多くいますよね。今回は将来有望選手として期待されて入団しながらも一発屋のイメージのまま、惜しくも活躍の場を増やせず伸びなかった選手たちをテーマにお届けします。小松選手は国士舘大学卒業後、 JR 九州の社会人野球チームでエースとして活躍。2006年のドラフト会議でオリックスバファローズから1位指名を受けてプロ入りしました。最速145キロの投球はずば抜けた速さではありませんが、キレのある変化球で奪三振を得意とする右の本格派と呼ばれた選手です。2007年の入団1年目は中継ぎとして初登板し、シーズン後半にプロ初勝利を挙げています。2年目の2008年の開幕以降、4月に先発に転向すると実力を発揮、一気に勝ち続け通算15勝3敗、防御率 2.51 と見事な成績を残してシーズン終了。記者投票171票中170票と圧倒的な支持を受け新人王を獲得。今後の活躍をさらに期待される選手として輝きました。2009年の WBC の日本代表にも選出され、チームの勝利にも貢献。誰もが次期エースの予感を感じた選手の一人でした。しかしその後、2010年の交流戦後からは徐々にコンディションを崩し、打ち込まれる場面が多くなった小松選手。右肋骨を疲労骨折していたことも判明し、登録抹消のままシーズンを終えました。翌年の2011年はリリーフ要員として一軍に復活しましたが、その日の試合で集中打を浴び、5失点の防御率 135.00 に終わり、翌日には2軍落ちに。この後も1軍と2軍を繰り返し、十分な成績を残せないままに登板の機会も減っていきました。2006年にプロ入りしてから小松選手が好成績を残せたのは2009年までの3年間。しかし球界関係者や野球ファンは、小松選手が期待の新人として多くの注目を浴びていた2008年の1年間、この短すぎる絶頂期が最も印象に残っているのではないでしょうか。小松選手は引退後、オリックスバファローズの1軍2軍の投手コーチに就任。今はスカウトへと転身しています。吉川選手はプロ入り後の活躍を見せた時期は短いですが、プロ3球団に所属した経歴を持った選手です。そんな吉川選手は中学校時代には福岡県内のボーイズリーグに所属、全国大会3位までに進み、県内高校からの誘いも受けていましたが、本人の意向で広島県の広陵高校へと進学。広陵高校でも入学当初から期待されて、2年生の春には背番号1をつけています。甲子園出場は果たせなかったものの、吉川選手について同高校の野球部監督は雑誌のインタビューで、入学当初こういう子がプロに行くんだろうなと思っていたと後に語っていたほど、高校時代から野球選手としての評価も高かったようです。2006年のドラフト会議で田中将大選手の交渉権獲得に失敗した日本ハムファイターズから1位指名を受けて入団。2007年のプロ1年目で初完封を含む4勝を挙げています。2007年当時初勝利を挙げた試合が、雷雨などの悪天候によりコールドゲームとなったため、雷王子と呼ばれたこともあった吉川選手。しかし2年目の2008年、2勝を挙げたのみで交流戦前に登録抹消。その後も2011年までは1軍2軍を繰り返していました。そして2012年春、1438日ぶりの勝利を挙げ、夏には自身初の2桁勝利を記録。初タイトルである最優秀防御率も獲得し、今までの不振を見事に払拭。吉川選手にとってやっと本来の力を発揮できた1年でした。それから投手として復活の兆しが見えてくるかと思いきや、伸び悩んで2016年には交換トレードで巨人に移籍。翌年の開幕には先発ローテーション入りし、シーズン初勝利と同時にセリーグ全6球団から白星を挙げています。2019年、対楽天戦の同点8回裏に登板した際、4球連続ボールで四球を与えてしまい即降板。試合後、当時のコーチだった宮本和友氏は、正直残念とコメント。吉川選手の巨人での選手生活はこれで最後となりました。同年の6月に古巣である日本ハムファイターズに再び交換トレードで移籍していますが、2020年には登録抹消。金銭トレードで埼玉西武ライオンズに移籍しましたが、
いい結果を残すことができずに、2021年に戦力外通告を受けています。高山選手は小学1年生の頃に父親とのキャッチボールをしていたところを、地元船橋の少年野球チームホワイトビーストロングのコーチが見たことをきっかけにスカウトされ、本格的に野球を始めています。小学6年生の時には内野手、投手、捕手をこなしながら全国学童大会にも出場、さらに千葉ロッテマリーンズのジュニアチームメンバーにも選ばれ、12球団ジュニアトーナメントで準優勝を経験しています。中学生時代には内野手、投手として船橋中央シニアでプレー、東京の強豪野球チームがある日本大学第三高校へ進学後、秋にはレギュラーで定着、翌年には春の選抜大会に出場し、チームを準優勝に導いています。3年生の時には春夏ともに甲子園に出場、夏の選抜大会を制覇し、チームの優勝に貢献しました。また高校在学中には通算32本塁打を記録しています。高校卒業後は明治大学へ進学、1年生の時からレギュラーを確保し、東京六大学野球ではベストナインにも選出。大学4年生の時には2015年夏季ユニバーシアード大会の野球日本代表にも選ばれました。学生野球選手として東京六大学野球の最多となる通算131安打、打率3割2分4厘、8本塁打、45打点、18盗塁、ベストナインを6回受賞し、明治大学野球部の歴史に残る選手に成長。同年のドラフト会議では阪神タイガースと東京ヤクルトスワローズから1位指名を受け、抽選の末に阪神タイガースが交渉権を獲得。契約金1億円プラス出来高払い5000万円、年俸1500万円で入団しました。2016年にプロ入り後、開幕戦1番でデビュー。阪神の新人選手が1番打者としてのスタメン起用は44年ぶりで、同時に新人選手のプロ初打席初安打は球団史上高山選手が初めてのことでした。オールスターゲームのファン投票でもセリーグ外野手部門の3位にランクイン、この年の新人選手の中では唯一選出されました。公式戦には134試合出場、打率2割7分5厘、136安打、8本塁打、65打点を記録。通算13回の猛打賞で長嶋茂雄氏による新人選手としての14回に次ぐ2位を記録しています。投票総数の8割を集めて新人王も獲得。しかしその一方でセリーグの外野手として最も多い6失策を記録しました。さらなる飛躍を期待されていた高山選手ですが、2年目の2017年6月頃から打撃不振が続き、8月には登録抹消。プロ入り後、守備に不安があるとされながらも、これまではそれを補えるだけの打力があった高山選手。2019年の開幕には、新人選手が外野のレギュラーに抜擢されたため、入団後初のベンチスタート。2020年も極度の打撃不振に陥り、2軍降格を3度経験。プロ入り後、最少の42試合に出場し、成績は打率1割止まりで本塁打もなく、自己ワーストで終わっています。プロ野球選手としてデビューする前はエリートコースを歩んできた高山選手。伸びしろがある若手が数年で伸び悩む阪神側の選手の育成法に疑問を抱く関係者も多いようですね。小学4年生の時に父親の影響で野球を始めた若松選手。雄星高校に進学後、2年生の秋にエースの座につきます。春夏ともに甲子園出場はできずに終わっていますが、プロ球団の中で唯一、中日ドラゴンズがドラフト指名に必要な調査書を送っています。2012年のドラフト会議では、実際に中日ドラゴンズから指名を受けてはいますが、支配下登録選手として7位指名、契約金1800万円、年俸540万円の条件で入団します。2013年、ウエスタンリーグの公式戦20試合に登板した若松選手。通算投球イニングは43回。3勝2敗、防御率 3.98 の成績を残していますが、1軍昇格にはならず。2014年4月、公式開幕戦の救援投手として1軍公式戦にデビュー。2度の先発を含む7試合に登板します。そして2015年には投手としての才能が開花。同年8月、初完封勝利を含む4勝を挙げたことから、セリーグの月間 MVP 投手に輝きました。
約1年間1軍の先発ローテーションを守りながら防御率 2.12 という好成績を残し、シーズン終了後の契約交渉では年俸3600万円で公開。前年の年俸が550万円だったことから、中日ドラゴンズの投手として歴代最大の昇給率およそ 555% アップを見せました。2016年は一軍公式戦は先発ローテーションに入りはしましたが、8月から9月中旬までは2軍調整、9月末には中継ぎ要員として一軍に復帰し、チームトップに並ぶ7勝を記録します。しかし若松選手はこの時期を境に低迷期に突入します。2017年は登録抹消も経験し、シーズン通算7試合に登板、1勝4敗という成績で終えています。2018年は右肩の故障で一軍公式戦での登板の機会もなく、シーズンを終える10月1日球団からの戦力外通告を受けて退団。その後も他球団での現役続投を希望し、トライアウトに参加して三者凡退に打ち取ったものの、他球団からの声はかかりませんでした。まだ23歳という若手選手で、たとえ調子が悪くてもこれからの実戦経験やトレーニングでの成長も期待できる若さがあるのに、あっさりと戦力外通告を受けた若松選手。肩を痛めたことが原因で球の速さが出ない、もしくは他の理由があるのではないか、様々な憶測が飛ぶくらい珍しいことだったので、記憶している方も多いかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。今回は次期エースとして多くの期待と選手としての成長が楽しみとされた選手たちの輝いた瞬間、プロ野球選手として活躍し続けることの難しさも合わせてご紹介しました。これからも皆さんと一緒に楽しめる特集をお届けしますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。高評価も押していただけたらとても励みになります。次回もお楽しみに。